シャルロッテ・ビルヘルミーネ、クリスティーネ・マリー・フォン・ヘッセンダルムシュタットは、ドイツのヘッセンダルムシュタット砲白家の高女で、メクレンブルク・シュトレーリッツ高、カール2世の2番目の妻。ヘッセンダルムシュタット砲白ルートビヒ9世の弟、ゲオルク・ビルヘルムと、ライニンゲン・ダークスブルク・ファルケンブルク、ハク・クリスティアン・カール・ラインハルトの娘でブロイヒの女領主であるルイーゼの間の次女として生まれた。 オルデンブルク公ビルヘルムと、相思相愛となり、婚約にまでこぎつけたが、ビルヘルムが精神を病んだため婚約は解消された。1782年に、姉のフリーデリケが亡くなった後、1784年に、フリーデリケの家父で、ハノーファー選定公領の総督である、メクレンブルク公カールと結婚し、姉の意志たちをママ母として世話することになった。 1785年、長男を出産した際に、産直死した。夫のカールは子供たちの世話をシュートメのルイーゼに頼む。ため、総督職を辞して、ダルムシュタットに移った。ありがとうございます。